次の曲。
一番目に歌ったイスタンブールもそうなんですけど、私があの昭和歌謡が大好き、まあ、これぐらいの世代とこれぐらいの世代よくあるんですよ一緒にやっているんですが、私が一番好きなアーティストっていうのが、桑名正宏さんの妹の桑名春子さんで、よく春子さんが歌ってらっしゃる歌も私たちも勝手に歌っているんですが、ね、勝手に歌ってこれ歌いますねとは言ったことはあるけどね、住吉君は。春子さんも住吉大社とかでよく奉納の歌を歌ったりしてはんねんで。あっちこっちでね、神社とかで歌ったのね。歌ったのね。今ハワイにいらっしゃいますけど。じゃあ次は春子さんの歌で好きなものがある歌い曲を聞かせます。
夜が明けてまいりますからな、ね、じゃあサクサクいこうと思います。最初ね、私演歌歌手になろうと思ってて、え、そうなんだ。そう、それさ、演歌歌手ってさ、なんかこうすごいお偉いのこうむちゃおじいちゃんみたいな作詞作曲家の人がね曲作ってくれるわと思って、自分でそんな日記とかも書けへんし作ったことないわと思ってたんやけども、最近こう2人でやるようになったりしていろんなことがあって、今年からちょっと自分の曲を作ったりとかしていまして、オリジナル曲も適当にやってるんですが、次の曲は初めて私が作った曲、女神の気持ちっていう曲を聴いてます。
作詞作曲の自分の曲なわけよ。自分の曲だけ最後取って終わるわけよ。どうよこれ。もう一回最初からやろうか。やろうか。巻き戻せるならやろう。Up, up.